このようなキーボード用アイコンシールがなんと100円ショップから発売されておるのである。シールの上部分にビニールコーティングがされているので、指などで擦っても、でこうやって色分けをしたことでどこに何のツールがあるのかというのが、点キーの1番を押すと先ほど言った通りの鉛筆ツールになるのである。いやー、ほんと iPad のお絵かきっていうのはいつでもどこでも好きな時に好きな場所で描けてね、Apple Pencilの質も良いであるし、ほんとお絵かきの革命であるよな。まあでもの、唯一難点を挙げるとしたら、物理的なキーボードがついてないからこうショートカットとかが設定しづらいんだよね。一応ここにこういうタッチショートカットっていうのをつけることはできるんだけど、これにも限りがあるであるし、もっとこう手元で確認しながらパチパチって打ちながらできる外部デバイスみたいなものないのかなと考えておる。そこのうぬ、今 iPad のお絵かき界隈ではこちら、このような Bluetooth で接続できる点キーを使ったショートカットデバイスがもはや定番というのはご存知であろうか。そしてこのショートカットデバイスとして使うための点キーをより分かりやすく使うために、じゃじゃん、このようなキーボード用アイコンシールがなんと100円ショップから発売されておるのである。というわけで今回は iPad に使うショートカットデバイス用としての点キーの使い方、それをより使いやすくするためのキーボード用アイコンシールの紹介、そしてこのキーボード用アイコンシールを自作もできるぞということも含めて今日は紹介をしていこうと思うので、ぜひぜひ最後まで見ていただけると嬉しいのであるぞ。またこのチャンネルでは iPad に関するレビュー、そしてお絵かきアプリの使い方の講座を多数投稿しておるので、ぜひぜひチャンネル登録そして高評価をしていただけると嬉しいのであるぞ。そして動画の後に素敵なプレゼントの企画もあるので、ぜひ最後まで動画を見ていただけると嬉しいのであるぞ。ではまずこの iPad で使うための点キーの紹介をしていこうと思うのである。こちらはまあいろんなメーカーからは出ておるのだが、一番有名なのはこちら、 iClever ワイヤレスニューメリックキーパッド ICKP08 番である。こちら多分 iClever 点キーなどで Amazon で検索すれば出てくるであるし、お値段も2000円ちょいで購入できるので、まあ、iPad の外部デバイスとして使うのには非常に安価で、かつ導入しやすいものだと言えるであろう。その名の通り、いわゆる点キーを打つことができるデバイスなので、数字の1から9もしくはプラスマイナスなどの一般的な数値がここに入っておる感じなのである。で、色は今我が持っておるのは黒と白であるけれども、他にも最近だとカラーの点キーなども登場しておるので、ご自身の好みに合わせて購入されてみると良いであろう。で、Bluetooth を使って接続をするので、この通りワイヤレスで使うことができるのである。では、この点キーでも 1,2,3,4,5,6,7,8,9 と数字を打てるだけなので、具体的にどんな風にお絵かきソフトで使えば良いのかといえば、まあ、言ってしまったらこの 1,2,3,4,5,6,7,8,9 というこの数字しか打てないので、じゃあその 1,2,3,4,5,6,7,8,9 に偶然当てはまってたショートカットを使うしかないのかといえば、そうではなく、クリップスタジオでは、ショートカットを変更することが可能なのである。なのでこれからクリップスタジオでショートカットを変更する方法をお教えしようと思うのであるぞ。ではショートカットの変更の仕方を解説していこうと思うのである。まずは iPad 版のクリップスタジオの場合、この左上にあるクリップスタジオのアイコンをタップして、ショートカットキー設定という項目を選択しよう。するとこのようにショートカットキー設定というのが出てきて、メインメニュー、ポップアップパレット、オプション、ツール、オートアクションというそれぞれのいろんなツールの項目がこのようにもうずらーっと出てくるので、これで自分の使いたいツールやメニューなどを点キーの数字に登録しようというものなのである。まあ、なので、例えば、我々はよくこの鉛筆を使うので、鉛筆を選択するとここに P という文字が書いてあるのがわかるであろうか。つまりこれはキーボードの P を押すとペンツールに切り替えるよというものなのである。上にあるこのペンも同じ P になっているが、P キーを押すたびにペン、鉛筆、ペン、鉛筆と切り替えることができるのである。で、じゃあまずはこの鉛筆というのを点キーの1番に登録したいので、その場合どうすればいいのかというと、このように P
P という文字のところをダブルクリック、もしくはショートカット編集というボタンをクリックしよう。キーボードで変更ができるようになるので、ここで先ほどの iClever の10キーの1番を押そう。そうすると NUM1 というのが出る。これは10キーの1番を押すという意味になるのである。で、文字のこの四角の枠外をクリックして選択を完了しよう。これだけでもう鉛筆ツールを使うことができるようになるのである。実際に今はこちらのグラデーションツールを選択している状態であるが、ここで10キーの1番を押すと、この通り鉛筆ツールが選択されたのが分かったであろうか。これでショートカットキーの登録、変更ができるというのが分かったであろうか。ではこれを使って、まずはこの10キーの数字や記号の部分に好きなショートカットを入れていこうと思うのであるぞ。はぁ、というわけでショートカットの設定が完了したのである。では我がどのショートカットに何を登録したのかというのを見せていこうと思うのである。まあ、ただ、我のこのな立派な指だとどのショートカットを押しとるのかわからんみたいなことをな以前言われたことがあったので、というわけでぬん、こちら人間の手を用意したのである。これでもうな見とるポンポコリもな人間の手と自分の手と同じだから、これであれなんだなって分かってもらえると思うので、じゃあこれ使っていこうと思うので、では10キーの1番を押すと先ほど言った通りの鉛筆ツールになるのである。10キーの2番を押すと塗りつぶしツール、3番で消しゴムツール、4番がペンツール、5番がグラデーションツール、10キー6番が筆ツール、10キー7番は投げ縄塗り、10キー8番は10キー9番と共用して使うのだが、メインカラーとサブカラーを切り替える。そして9番は描画色と透明色を切り替える。このスラッシュキーは取り消しツール、そして横のアスタリスクはやり直しツール、このイコールキーを押すとファイルを保存することができるのである。そして10キーのマイナスとプラスはブラシサイズの拡大縮小、10キーの点のボタンはスポイトツール、そして10キーの0番を押すと全画面表示にするようにしたのである。ちなみにデリートキーはそのまま、選択されたレイヤーに描画されているものを削除するためにそのまま使っている。そしてエンターキーはショートカットとして登録をしようとするとこの決定キーとして使うことが多いので、これもこのままにしておる。またこの10キーに使われているタブキーはそのままにしておるが、これはそのままにしておるにも理由があって、押すとこんな感じでパレットを非表示にして全画面にすることができるのである。なので画面を広く大きく使いたい、書くときには余計なパレットを出したくないというものはこのタブキーを押すと良いである。以上が10キーに設定したショートカットであった。まとめるとこんな感じである。まあもちろんこの数字の位置を押したら何になる、2を押したら何になるっていうのは、まあなんとなく使い続けていくうちに自然と体が覚えていくものであるし、我もこれまでそのように使ってきておったのだが、やはりパッと見でどれがどれだかわからない。そこで役に立つのが冒頭で紹介したこちら、100円ショップのセリアで発売されているキーボード用アイコンシールなのである。この通りお絵かきソフトなどのアイコンなどで使われている代表的なものがステッカーになっており印刷されているので、でこれがちょうどこの10キーのサイズにシンデレラフィットという仕様なので、ちなみにこれピースのサイズは直径15ミリということで、本当にこの10キーのこの上にぴったり貼るのに適しているわけなので、まあ、なので改めてこのショートカットデバイス iClever のがよく使われているんだなというのを思い知らされたのであった。でこの色が白と黒の2色で出ているので、自分の使っている10キーに合うようなもの、もしくはこの2つを使い分けて貼り付けたりなどしても良いであろう。では実際にさっき登録したツールに合わせてこちらのステッカーを貼っていこうと思うのであるぞ。というわけで完成したのがこちらである。いや本当クオリティはもう本当こういう商品が出てるんじゃないかっていうぐらいしっかりとした見た目になっているのがわかるであろうか。実際に近くで見ても、いわゆるこれが PP 加工と呼ばれておって、シールの上部分にビニールコーティングがされているので、
指などでこすっても印刷面がかすれたり汚れたりすることがなく、長くこの状態で使うことができるというのは、もう本当にこれを作ってくれてありがとうという気持ちなのである。ただこのステッカー、いくつか問題があるのである。例えばグラデーションツールのアイコンが用意されておらず、今回ぼかしツールのアイコンを使って代用していたり、投げ縄塗りやメインカラーの切り替え、透明色との切り替えなどもステッカーとしては用意されていないので、代用のものを貼っている。まあこれでも十分使えるし、分かりやすくはなったのではあるが、やはり実際のアイコンと違うというのは混乱を招いてしまうであろう。あとは現在この発売されているステッカー、我はな、偶然近場のセリアで購入することができたが、結構入荷していなかったり、実はこれ夏にも発売されていたのだが、あっという間になくなって、で今回再販されたというのもあるのだが、それもやはりすぐ品切れになってしまっている箇所が多いそうなのである。なのでこれが欲しくても手に入らない、もしくは自分の使いたい色が手に入らないという方も、きっとこの動画を見ている段階では多いのかと思うのである。なのでこの動画の後半では、オリジナルのキーボード用アイコンシールの作り方を解説していこうと思うのであるぞ。というわけで、こちらがキーボード用アイコンシールを作るための素材である。基本的には100円ショップなどで買うことができるものなので、お近くの100円ショップなどで購入されてみると良いのであるぞ。ではどのようなものが必要なのかというのを紹介していこうと思うのである。まずは直径15ミリのステッカー、こちら柄物でも色物でも良いが、マスキングテープ製ではなく、しっかりとした紙製もしくはビニールコーティングがされているステッカーを選ぼうなのである。こちらは100円ショップで買ったものであるけれども、このように色がついたり大量に枚数が入っているというのも文房具屋さんなどでも購入することができるのであるぞ。別にどちらを使ったからといって問題はないので、大事なのは直径15ミリの円形のステッカーであるということを事前に調べて購入してほしいので、だいたいこのステッカーのところに、ここの中に直径15ミリって書いてあるので、これを参考にすると良いである。そして次に、このステッカーに字や絵などを書き込むためのペン類である、油性マジックや白ペン、そして金銀のマーカーなんかがあったりすると、アイコンを目立ちやすく、そしてカラフルに作ることもできるので、おすすめなのであるぞ。そしてこちら、ちょっと見たことがない方もいるかもしれないが、デザインカッターと呼ばれている、先にこんな感じで刃がついているペンの形になっているカッターなのである。もちろん普通のカッターナイフでも良いであるが、このデザインカッターというものを使うと、より繊細にそして細かく物を切ることができるので、今回の場合こちらがあると良いというのを覚えておいてほしいのであるぞ。これも100円ショップなどでは最近売っておったりするので、持っていない方は100円ショップなどで探してみると良いであろう。コミック画材などが売っている画材店もしくはホームセンターなどで購入することができるので、デザインカッターもしくはデザインナイフで検索をしてみてほしいのであるぞ。そしてこちらが幅広の透明テープである。セロハンテープは少しあれは黄みがかっているので、こんな感じで色が透明の幅広のテープというのを用意すると良いであろう。これはスコッチというメーカーの透明テープを使っておる。これは仕上げの際に使うもので、まあ、あれば良いものであるが、もし今回ないという方はなくてもキーボード用のアイコンシールは作れるので、まあ、あったらいいなぐらいで覚えていてほしいのである。こちらも文房具店や100円ショップ、ホームセンターなどで購入することができるであるぞ。まあまあ、そしてまあ言うまでもないのだが、その作ったシールを貼るためのキートップが丸になっている点キーのキーボードを用意しておこう。ではこれらを使って実際にアイコンシールを作っていこうと思うのである。まずはこちらの円形ステッカーに、先ほどこの黒の点キーの方で使ったアイコンと同じアイコンを書いていこうと思うのである。色を分けることで用途ごとにセクション分けをするということも可能かなと思うので、ちょっと今回それも試しにやってみようと思うのである。こうやって好きな色のシールで自分で作れるという面においては、市販のアイコンシールよりも、まあカスタム性があったりとか、あとは先ほど言った通り、市販されているアイコンシールにはないメニューや項目も自分で作ることができるので、そういう意味でもデザイン性に凝ってみたりするのも良いであろう。じゃあちょっと実際に書いてみようと思うのである。では書き終わったのがこちらである。通用のアイコンは白。そしてサブ用の描画色を変更したり、ブラシサイズを変更するスポイトなどの直接色を塗るものではないツールに関しては黄色のシールを、その他基本的なシステムのアイコンなどに関してはこちらのピンク色のシールにアイコンを描いたのである。この白ペンなんかを使うとこういう濃いピンクの色でもすごい綺麗に作れたかなと思うのである。これを剥がしてそのままテンキーに貼り付けても良いのであるが、油性マジックなどで描いているとはいえば、やっぱ指でこうやって擦ってるとどんどん汚れたり取れてきてしまうので、この上に先ほど用意したこちらの
透明シールをこんな風に貼り付けてコーティングしようと思うのです。やり方は簡単であるぞ。まずは必要な分の透明テープを切り出そう。切り出した透明テープをシールの上に貼り付けよう。空気やゴミなどが入らないように気をつけて貼るのであるぞ。このようにカッターマットの余白などにテープを合わせて貼り付けるとピタッと綺麗に貼り付けることができるのであるぞ。そしてこちらのデザインカッター、デザインナイフを使ってこのシールの周りを綺麗に丸く切り取っていこう。よし、ではシールを切り終わったので同じ位置にシールを貼っていこうと思うのであるぞ。でもここから一気にいくでやるよ。せーの。というわけで完成したのがこちらである。どうであるか、思った以上にいい仕上がりになっていると我は思うんだけれども、いかがであるか、ちょっと近くで見てもらおうかな。こんな感じで基本的に同じ円形の 15mm のシールを使っているので綺麗に天気に貼り付けられているであるし、こうやって今ツヤツヤしてるのはわかるかな。これが透明テープを上から貼っているので、こんな風にペンで書いたりしたところも上から擦ったりしても全然剥がれたりしない。でこうやって色分けをしたことでどこに何のツールがあるのかというのが、こちらのアイコンシールを使っている時よりもより直感的に分かりやすくなったのではないのかなと思うんである。それぞれのメリットデメリットを言うと、こちらの販売されているセリアのアイコンシールの場合だと、もうすごい綺麗にやっぱり印刷されているということと、このお絵かきソフトを使う、特に iPad でクリップスタジオを使うというのに特化しているステッカーのため、それ専用のアイコンがたくさん揃っているということで、100円でもう多数のアイコンが入っているので、もうこれを一つ買えばとりあえずもう自分のテンキーがもうそれ専用のプロっぽい商品にすることができるという意味では素晴らしいと思うので、ただまあ難点があるとしたら、まあ、全てのアイコンがあるというわけではないということ、まあ、あとはまあ今の段階ではあるけれども品薄で手に入りづらいということが挙げられるである。でこちらの自作した場合のオリジナルのアイコンシールの場合は、欲しい機能のアイコンを自分で書いて作ることができるということ、そしてこうやって色分けをすることでよりこちらの市販されているアイコンシールよりもより直感的な使い方ができるようになるというところである。まあ欠点としてはこういうアイコンを自分で書かなきゃいけないということ、あとは切り出して貼り付けたりしなくてはいけないっていうのはやや手間であると言えるであろう。あとは言うてもこのステッカーを買って、例えば3種類買って、で、ペンを持ってないペンを買って、透明シールを買ってってなると、やはりちょっとお値段が上がってしまうということ。もちろんお家にある道具や、この透明シールなんかは貼らなくても使うこと自体はできるであるし、例えばこれで汚れちゃったってなっても、このシール自体をペロッと簡単に剥がすことができるので、また自分で書き直したりとか、もっとカスタムしてみようってなった時に、例えば一回こっちで貼ったアイコンシールっていうのは使いづらいかもしれないが、こっちは剥がして書き直してもう一回貼り付ければよいという気楽さはあると思うので、どちらにもメリットがあると思うので、自分のお好みでやられてみるのも良いかなと思うのであるぞ。というわけでいかがだったかの？今回紹介したキーボード用アイコンシール、それを自作してみる2つの方法を皆にお伝えしたのであった。そしてそれを使うことでこのテンキーが iPad 用のお絵かきデバイスとして非常に有効に使うことができるというのも分かってもらえたであろうか。ちなみにクリップスタジオで Bluetooth で接続できる機器であれば PC、Mac、iPad、iPhone、Android 端末以上でこのテンキーをショートカットデバイスで使うことができるので、どんな環境でも簡単に自分好みのショートカットデバイスを作ることができるということを覚えてもらえたら嬉しいのであるぞ。ではでは、なのである。というわけで今回動画の中で使用したキーボード用アイコンシール、実は魔王仲間にも在庫がないかと調べて購入していただいていたのだが、魔王の手持ちに未使用品が1セット余ってしまっているので、こちらをそれぞれ1名ずつの方にプレゼントしようと思うのである。プレゼント企画に応募するためにはこの動画を共有し、そして専用のハッシュタグシャープ魔王プレゼント企画をつけてツイートしてほしいのである。抽選で2名の方に今回講座内で使用したキーボード用アイコンシール新品をプレゼントしようと思うのである。当選者の方にはツイッターの DM で魔王からご連絡を差し上げるので、 DM が受け取れるようにしておいてほしいのである。どちらの色が当たるのかは発送を持って返させていただくので、ご了承いただければと思うのであるぞ。皆からの応募お待ちしております、なのである。動画のご視聴誠にありがとうなのであった。よければチャンネル登録、高評価、そして SNS のフォローなどよろしくお願いいたすのであるぞ。